宝密寺は、東京都荒川区西日暮里三丁目にある、北家囚人門流の寺院。三号は、日正山。慶安三年、現在の港区赤坂に回帰。回帰段落ちは、江戸時代初期の暗房東場藩主西号聖院。同時には、西号家代代の墓も現存するが、当主が、明治維新ごとべし下きり温心不通である。その後、寺が御用地となったために、 新宿区四谷坂町へ移転。さらに、明治時代に現在地である日暮里富士見坂下へ移転。この移転は、当時の住職が資材を投じたものだった。JR 日暮里駅と西日暮里駅の中間に位置する富士見坂の下にあるため、富士見坂方三寺もしくは富士見坂下方三寺などと通称される。近くには花見寺、月見寺、 雪見寺と呼ばれる寺院があり、法、三寺のことを藤見寺と呼ぶ人も少数だが存在する。2013年には当時の赤レンガ外壁を利用し、藤見ハンド上写真展が行われた。少年飛行兵慰霊碑門前に第二次世界大戦の少年飛行兵慰霊碑がある。慰霊碑横には、野門藩事変以来終戦に至るまで陸軍、 少年飛行兵として千夜におむきしもの四万五千にして、空陸海に三月世しもの数るに限りなしよって、生存者遺族有志症、椅子抱いて、異例の誠を捧げんとして、税を混流すいき買う人々心あらば一片のエコーを賜らんことをとの記載がある。この異例日は、後に住職となる、当時の住職の弟子が、大津陸軍少年飛行兵学校に教官として、従軍し、 後に、教え子たちが上京して、当時の男信徒となり、その協力のもと、建立された。ありがとうございます。